こんにちは、カコです。ピタッと出す。今回は、バンダイより発売の食玩、ウルトラボーグシリーズの第3弾。ダークマシンボーグ、襲来剣が発売されました。全4種類で、価格は、各400円、税別出す。それプラス、ダークカラーバージョンが、各4種類です。ちなみに、ウルトラボーグシリーズなんですか？メカ風にアレンジされたウルトラマンのキャラクターたちのオリジナル変形合体食玩のことです。そして今回はシリーズナンバー3のマシンボーグタッコングを紹介します。では開封してみます。前回動画を全身ゴム製で踏み出すそうですし、過去の苦手なシールもありません。やったわ。今回も組み立ては簡単そうだす。そうですね。それでは頑張って組み立ててみます。やったわ、完成です。後ろから見たところと大きさの比較です。可動です。左右の円形ブロックが前後可動で、足、尻尾が回転可動します。正面から見たところです。横から見たところです。では右に変形、いわゆる防具チェンジをやってみるだす。変形開始です。一度全部バラします。説明書を見ながら組み立てていくです。やったわ、変形感動です。後ろから見たところと大きさの比較です。正面から見たところです。横から見たところです。この音は残り30秒なのでカラータイマーが急ぐです。それでは次に、以前紹介しましたウルトラマンタイプ B、 それからレッドキングといろいろと組み合わせて遊んでみます。こちらはパッケージに書いてある作例を参考に組み立ててみました。その他にも想像次第でいろいろな組み替えや合体遊びができちゃいます。以上、マシンボーグシリーズナンバー3タッコングを紹介しました。誰です？あ、あなたは幼い頃生き別れになったダーク兄さん。久しぶりで、だから勝手に設定を作っちゃダメだと何度も言っているだす。あ、やめてくださいです。